出ました今。で取れない。取れました。当たった。じゃあ、ね、なんか多分予備で保管できる。マステルとかじゃない。ああ。保管できる。マステルとかもできるから。だからお前はすぐ左持ちになるんじゃないよ。はい。オッケー。こいつに銃を撃つ必要もあるのだ。でここがさっきエイダさん。十三なの。いらねえ。エイダさんが入ってったところ。あここに弾ある。こういうのお互いに見逃しがちだからな。あ痛い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 バカバカバカ階段転がしてる。してる。ちょ待って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 。例えば、あと、まあ YouTube そんなの見てる気がするんでね。まあそんな感じですね。どんだけ、はあ爆発しないでー。うわ爆発した。早く、早く、顔がキモいじゃん。キーポイントで顔だけってやめてほしいんだが。ちょっと待って。あ、ナイス。やべえ、瀕死のやつより瀕死じゃねえやつの方が役に立ってね。あれ多分爆発は即死かもしれないですね。ああ。さすがバイオシリーズ。あただああいうのは見つけたら近くよくて、おおビビった、うおビッグニューテン、早く帰って、しゃがみついてた、おい待て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 、結局弾の数足りてねえじゃねえか。ハーブ、え、ハーブ、あ、さっきこの辺あったんで、あ、ドロップかもしれん、多分ね、全然ね、クリス戦はね、楽な方だと思う、これは。また首謀って聞こえるんですけど、ベーダー教でも勝ってる、あ、見て、うのこさん、バレてない。あ、うのこさん、帰ってきたらバレた。完璧にバレてなかった。ですね、完全にバレてませんでしたね、見たら違って。まあ、あれかもしんないね。主人公キャラがそっちだから。ああ。まあ、普通、先導するのはそっちでしょっていう話でしょ。ですね。なってますよ。キーポイントだってやめろ、やめとけクソは。覚えとけお前、これから俺ジェイクやるから多分、まあ、レオン編になるかもあるけど、はっ雑魚
壁に突っ込んでくるとか、かわいいかよ。ほら、エイジャーさん。あー、待って、ムシ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 。虫はしかと。はい。いいよな、便利で。これも欲しいわ。ですね。やって。虫はしかと。ピアーズの方はこんな直線向きじゃない武器なのかもしれない。ああ、また硫酸弾。うしゅう、使うかは知らんけど、なんかここに来てめっちゃダメージ受けるようになった俺。敵は俺に任せろ。さあ、うのこさんいっぱい来るぞ。頑張れ。出ます、後ろに。だからいっぱい来てるから頑張ってる。俺今、足もくるくるしてるから。なるわ。我が家のキャットたちと同じ理論。あ、これだな。いやー、俺1周目のプレーの時見逃してるかも。うん、あ、そこ行った。あ、スキルポイント。スキルポイントはね、はい、あの、どこの、待ってください、あれがありますよ、青いやつ。あ、俺はもう取った。スキルポイントは、あの、全ストーリーで共通だから。はい。あれれ、弾薬がたくさんあるぞ。ハープもあるぞ。ボス戦かな。あ、またハープ持ったかってる。まあ、アフレソスよりはタブレットはケースに入れて持ってる方がいいかもね。ですね。さあ、先の展開はあんまり覚えてないけど、確か偽物のエイダさんを倒しはしないか。エイダ、倒しはしないか。あなたもしつこいわね、コネ。部下を二度も全滅させてまだ懲りない。おい、やめろ、そのピストルやめろ。半年前の件といい、正直あなたの部下にはなりたくないわ、クリス。挑発に乗らないでください。ああ、でもお礼を言わなきゃね。ほんと感謝してるのよ、あなたの部下たちは。撃て。シーウイルスのいい実験台だったの。撃て。お、
失って以来、お前を殺すことだけを考えてた。だが復讐より正義を果たしたい。これでもう終わりだ、エイダ。まだセブンで会ってないけどさ。そうね。後の作品でエイダとクリスが会ったらどうなるんだろうね。ですね。伝えるか。死人が溢れ返るわ。ラクーンシティの光景がまた蘇るのよ。なんかレオンから説明されたりするんかな。一つの街じゃない。そうですかね。全世界 で、 でそうだな、エイダホンに行ってないんだよ。偽物だ。あ、あ、ヒットマン。やば、通り魔やん。ですね。おい、こね。でも、もう誰にも止められないわ。これなぁ、エイダ編知ってるとマジで嘘くせぇわ。クソ、今のは何だったんだ。あれ、これ一本しかないぞ。新型の注射器です。2本なくなってる。とにかく持ち帰れ。レオンの HQ に分析を頼もう。なんとかさんに撃たれて。こちらアルファリーダー、所在不明の空母を確認してくれ。首都機能が完全に麻痺し、エイダが自分に撃って。時間はない。このテロ自体がおとりだ。奴らは全世界にウイルスを撒く気なんだ。わかんない。これはどうします。わかんないけど、多分自分に撃ってんじゃないから。了解。この後この空母すっごいエグいことになるから。マジでトラウマになることするよ。アルファ、こちら HQ。 エイダの言葉に間違いはないようだ。君たちの近くの外海にミサイルを搭載した空母を確認。本土を狙ったミサイルが発射準備に入った模様。急ぎ阻止せよ。絶対に発射させるな。了解した。やめちゃ言うなよ。ねえ、知らせちゃん、そういうとこ入るのやめてよ。そこ私の胸ぐらじゃない、胸ぐらじゃない。この先が格納庫だ。マシンが元気になった。了解。あらくん、そうですよ。もうここから始まった。やばいのか。最後の人の気はない。行くぞ。ふっ。え、あれ戻れって言われてるんですけど。ああ、右側に。今普通にナチュラルに左行ったんですけど、パスコードが3つ必要です。ああ、これやりましたね。なら急いで探そう。やりましたけど、ここ俺嫌です。やりたくないです。あ、もう嫌だ、もう嫌だ、やりたくない。まあ、パスコードが。マジか。はい、やりたくない。で、こいつ死なないんで。はい。まあ、倒せるには倒せるけど。はい。できるだけ逃げちゃった方が策です。これに関しては逃げてるんじゃないですか。そうで、手引きちぎってくるから。はい。それも気をつけた方がいい。こいつは手と上半身と下半身があって、で、これでまだ死んでないんで。やめろ、手投げるな。怒るよ。エイダ編の時マジ泣きそうになったんだから。あ、てか、こいつもしかしたらあれかもしんねえ。13段だったらやれるかも。わからんけど。でも13段くらいじゃないと思うし、やれてくれないと困るし。切れる。いますよ。邪魔。あれ？消滅した。ちょっと、硫酸か。いや、なんかね、多分今、まあいいや、行こう。ここに長居したくない、俺は。ありがとうございます。こっち、あれ、こっちじゃねえな。あれ、どっから行くんだ。こっち抜けられましたよ。あれ、抜けられた？ちょっと空気ブシュッと。で、多分時間で復活します。あ、多分。うわ、おっ、ね、ちょっと待ってね、今一発撃ってない。あ、くそ、こんなっきり。はい。キモリ、やめろ。
あ、なるほど。ここを撃てばいいのか。何やろ。ね、もう弾の問題じゃないの。待って、弾の問題じゃないんだったら諦める。超速いでしょ。なんか手が歩いてる。あれっぽいんだね。あ、上半身が生き返ってる。上半身が生き返ってる。危ない。行きます。行きます。こういうの良くない。ほい。ちょっと待ってね。あ、違う。上半身じゃない。また別のが生き返ってる。あれでもこんだけ白く光らびてたら死んでそうな気がするんだかな。え、これ感じが、ちょっと赤いですよ。取れないんですか。と、二人じゃないと開かない的な。いや、食べ越しなんですよ、まだ。多分、先こっちかな。あ、ですね。チェックポイントありますね。ここはね、悪徳があったりなかったりするから。あれ、そこ大丈夫？中に敵いたりしない？はい。割と楽だったなあ。あ、頑張ってマジ。あやべ、手が来た。待って、また別の手が来た。待て。よし、同時に開けるぞ。いいか。はい。待って、そっち側行きたいんだけど。あれ、開くんかい。ここ閉まったりしないんかい。あれ、クロコあるんですけど。はい。ただ、弾が取れないんですよ、一部。あれ、正直、入るのかな。ああ、やっぱ来たよ。ほら、ほら、ほら、引き返ってる。くそ。てるんだか、ただ単に数が多いだけなのか判別できないんだよね。まあ多分。ああ、まあ、はいはい。土産。裏からロックされてる。どうは。こっちでこっち。確かに。ここね、エイダ先生。はい、同じところを一人でやらないといけないから。いやー、泣くかと思ったね。手が生えてきてたもんね。でね、ここにも部屋があるはず。ああ、この子あるか。あーと、そっか、この辺じゃないのか、特に。あ、待って、手あ、ごめん、うのこさんの HP をゴリゴリ削ってった。ああ、急スプ使えない今だに。あ、これですよね。うん、それ取ったら危ないから。うのこさんはね、あれ、急スプは使えない。スプアームセレクトですかね。うんと、多分ね、10、あ、三角からでも使えないかな。あ、できました。あ、できた。で、俺が回収します。これで全部だ。あれ、大丈夫か。お前絶対それ生きてるよな。動き出したら承知しねえから、覚えておけよ。
走ってー逃げて逃げて超逃げてあれここ取れねえんかな。あ、こっちから行くのか。やでしょあれぬるって生えてくるもんね。疑問ほら死体なくなってるでしょ。行きます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 。絶対帰ってきてる。本体が本体が捕獲してきてる。ちょ、うのこさん開けて開けて、あの先行って開けちゃったらいい。やっぱりどっちでも開けれるには開けれると。ここだね。あー生えてきた生えてきた。もう帰れって言ってたよ。はい急げ。いやー了解。お前たちと会うのはこれで最初で最後がいいぜ俺は。ちょっと待ってよ。いっぱい出てきた。いやこれ落ちたら死んじゃうんですけど。助けてー。ちょ待って、もうセットで来るのかい。相手してる暇はない。えぐいよ。まあでもこうでもしないと死なないよなあいつらな。あぶな、こんなシーンあったっけって今素直に思ってるけど。確かね、エイダ戦はね、ちょっと来ないときに発生するんだよね。てか、コントワーが。あ、さあ戦闘機だ。離陸するぞ。ハイドロ？アイドラみたいな垂直陸できるようなやつね。HQ よりアルファ、目標の空母を確認。空母は高射砲で武装している。これを破壊して制圧せよ。俺たちだけで空母を制圧、そんなの無茶でしょ。ピアーズ狙いそうか。バッチリです。バッチリですじゃねえ、撃つの俺なんだよ逆がいいぜ、まったく。すでに起動準備に入っている。外部からの干渉は不可能だ。ミサイルがウイルス入りだと分かっている以上、むやみに破壊するわけにはいかないな。空母に乗り込んで止めるしかないですね。やるしかない。あれ待って、すっげえあれなんだな。どうせ死んでんじゃん。あれこれ、うのこさんにどうそうですか。あれ、撃ちた。あれ、自動装置わかんない。ビンゴ、左右撃ちやってますね。あとね、前は2つだけだから。はい、あと後ろ2つ。エイダは世界中で楽運を再現させる。なのに用意したのはミサイル1発。 HQ、洋上に他の艦船はないか。ない。その空母一斉に涙。あったりでしょうか。あいつらしくもない。くるーって回ってくれれば了解です。高射砲は全て破壊された。あとはミサイルを止めるだけだ。着艦しましょう。HQ よりアルファ、ミサイル発射のカウントダウンを確認。制御装置から発射を止めろ。いや、無茶無茶。すぐ向かう。その折り方は無茶。
あれもしかして俺一人で行かないといけない？そうですね。援護は任せたぜ。援護に障害物、爆弾で吹っ飛ばします。 OK、援護する。絶対ミサイル撃った方が早いよ。プレイにもほどがある。めっちゃ撃たれてるんですか、拙者。これはピアーズ編じゃないか。すいません、すっごい今視界が悪いんですけど。援護だけしてください。はい。今なんかね、台の上にいっぱいいますね。こっちですよね。待って、俺の後ろにもいる。今爆弾何個持ってんの？ああ、あー懐かしい。性能が出た。あー撃ちます。はい、まだこれからか。背中ですよね、確か。そうですね、背中です。あれか。ピアーズ急げ、時間がないぞ。この手のタイミングをして一番苦手なんだよね。エイジキングであればオッケーでーす。ミサイルはオッケーでーす。アバヨデガブス発射でな。隊長、あのデガブスの足止めを頼みます。足止め頼みます。え、撃ってますよ、ちゃんと。ドラマか。あれ、あいつミサイルとこ向かってません？ですね。電気をやれば非常事態だ。ミサイルが再起動した。なんだと。いため、他で計算するか。ヤモン X、 ミサイルへの爆撃を許可する。デカブツが邪魔だ。いいぞ、ピアーズ撃て。おらいや、そんなギリギリでは分かったあれ、あれ発射されてるような。街に飛んでいく。こちら FOS、 応答願います。 FOS？ BSA、クリス・レッドフィールド。当局のレオ・S・ケネディと回線つなぎます。何？レオン、今どこにいる？クリス、ターチーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ！いやー、これがね、うのこさんがやったチュートリアルあるじゃない。あー、はい。あれの、なんでああなったかっていうあれなんで。あー、原因でした。そう、これ全部ゾンビガスだからやばいよね。もう本当になんか、なんだろう、3以降、まあ4からの作品ってさ、はい、基本的にはゾンビっていうよりはこのゲームみたいなあればっかだったりだ、はい、あ、特性中っぽいやつ、はい、だから4やと6か、6でゾンビでおかしいなって思ったらこれです大惨事。で、これすごいのがレオンともう一人